ぱり来たか。おい春日さん、こっちこっち。すぐそっち行ってやるから、まあ待っとけや。みんな行くぞ。ロケスマートフィン、やんのかこの野郎。ガンガン行くぜ。ビビってんのか。こいつだ、行くぜ。はい、バリバリハッパー。デリバリーよろしく。Here we go。 風よ舞い踊れ。耐えられるかな。You got a choke。 おおおおおいやすごいな春日さん、大したもんだよ。何をどこへやった。あのかどこにいる。残念、もう死んじゃったよ。はなんだと。てめえ嘘つくんじゃねえ。ああ慰めにならないかもしれないけど、もうとっくに始末しちゃったから、あんたたちがどんなに急いだって全然間に合わなかったんだよ。せっかく来てもらったのに無駄足だったね。ただもうここまでパーティーを邪魔してくれちゃったから、ただでは返してあげられない。俺と春日さんの中でもそれはさすがに無理。ここにいるみんなが納得できないよ。ん？ああ気が利くね。ラニを殺したなんて大嘘。ちとせちいちゃん、さっきまでお仲間とあの子をブライスに引き渡す相談してたくせに。覗き見盗み聞きは得意でもされるのは慣れてないみたいね。ラニはどこ。さあ今頃海の底とか。私が撃てないと思ってる。わかったわかった、まあちょっと落ち着こうよ。聞きたいんだけどさ、千歳はなんで俺がここにいるってわかったの。カバンにGPS の発信機を入れておいた。あんたが大道寺のセーフハウスへ来た時にね。そりゃ気づかなかった。春日さん聞いた、こういう子なんだよ。人を騙すハメるがまあうまくてね。天才的と言っていいんじゃないかな。だから俺は千歳のチャンネルに目をつけた。聞きたいことは済んだ。なら改めてこっちから質問。ラニはどこ。まいったな。危ねえ。
大丈夫か。結構深くやられたな。待ってろ、止血する。無茶するな、じいちゃん。私はいいから。ラニオ、怪我人はおとなしくしとけって。まったく、人様に銃を向けるなんて、実家のご両親が見たらそっとするんじゃないか。親御さんを悲しませてはいけないよ、千歳。うっさい。バカ言え。こんな子持てたら親御さんは鼻高々だろうよ。ダニを引き出せたのは大手柄だ。ありがとな、ちいちゃん。一番。さあ、ラニを取り返すぞ。もうよ、あんなぎゅうぎゅうに縛りやがって、かわいそうに。私も戦う。どの口がって話なのは分かってる。だけどお願い。なあ、頼む。いいよな。言い出したら聞かねえだろう、こいつ。さっさと片付けて、ちゃんとした治療をしねえとな。なあ、よっしゃ、行くぞ。You're gonna regret this. やんのか、この野郎。全力で行くよ。せい。ぶちかます。受けてみな。いつでもどうぞ。俺の番だな。行くか。どうか。Let's do this。何？来ない。任せといて。返しちゃくれねえか。まだ A ちゃん呼びなんだ。さすがに無理ありません？それ、あんたとの今までのやりとり全部芝居なんですよ。こっちは内心ヘドが出る思いだったんだ。ヤクザとお友達ごっこなんてね。いいよ、春日さんがそう言うなら返してあげますよ。ただし
こいつもセットでね。ああ、ダメダメ動いちゃ。こいつは衝撃に起爆するからくりなんだ。じっとしてないと。さてと、じゃあお望み通りラニちゃんをお返ししますよ。ブライスに引き渡してもどっちみち殺すだけですし、早いか遅いかの違いでしょう。おい、やめろエイちゃん。その呼び方やめてもらえます？されやすいんですね。それ爆弾なんかじゃないし、衝撃で起爆もしませんよ。正解はこちら。なんだこれ。さゆりかさん。ラニちゃん、こっち。大したもんだ。でも残念。ちいちゃん、ラニー、ちいちゃん、くそ、エイちゃん。ボンボヤーシュ、春日さん。